ブランバン3000は、カナダモントリオール出身のエレクトロニカグループである。略称は、ブランファン、BV3。ジェームス・ディサルビオを中心に、ステファン・モレールや、サラ・ジョンストン、スティーブ・リキッド・ホーリー、ジェーン・ヒルや、ケベック人のロック歌手のジーン・ルルーなどによって、結成された。固定のメンバーを持つ方にはまったグループというよりは、複数のアーティストの混成グループといえる。 1997年2月、カナダでシングル d r ンキン King LA をオーディオグラムレベルで発売し、7月28日付のカナダの RPM トップシングルスチャートで最高位35位を獲得した。同年4月には17トラックを収録したファーストアルバム Green を発売。同作は1998年にジュノー賞のオルターナティブアルバムオブザイヤーを受賞した。 さらに1998年3月には編集がなされて19トラックになったアルバムクリーが世界で発売された。1998年7月にはシングルドリンキングイ g e l a が全英シングルチャートで最高位36位を獲得し、ブランバン3000最初の大西洋を横断したヒット曲となった。さらに、 同曲がローリングロックビールの CM ソングとして使用され、1999年8月に再リリースされ、3位に返り咲いた。2001年夏にユッス・ウンドゥールとレゲエアーティストのイーク・アマウスとのコラボレーションでアルバムディスコシスを発表した。同作からシングルカットされたアスト・ウンディドはカーティス・メイフィールドが生前にレコーディングした最後の楽曲であり、 カナダのシングルチャートで最高位3位を獲得した。2002年夏には、ウェブサイト上で、活動の休止が発表されたが、その後サードアルバム、ロゼの制作が発表され、2007年10月30日にカナダで、2007年11月27日にアメリカで発売された。2010年に4作目のアルバム、ザ・ガーデンを発売。ありがとうございます。